はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月6日満月から2月20日新月までの流れをタロットカードで見たいと思います。そしてこのタロットを引くとき、ちょっと今回アングルを変えますので、カードがよく見えるんじゃないかと思います。よかったら皆さんまたコメントで感想を教えてください。それでは早速いきましょう。よろしくお願いします。早速いきましょう。今回はちょっとカードがよく見えるようにこのスタイルにさせていただきます。まあ、ただいつもと同じようにまた録画普通に撮る時もありますし、3月にはですね、前回いろいろたくさんコメントいただきました、YouTube ライブでタロットリーディングもさせていただきます。まあ、その時はちゃんと事前に告知いたしますので、楽しみにしててください。ではいきましょう。いて座さんですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワンド7の逆、ほう、マジシャン、そしてカップ4の逆と、はい、ソードページの逆と、それからソード6の逆、そしてペンタクルス8の逆と、ワンド6、そして対策は、吊るし人の逆とソードクイーンの逆、そしてオラクルはじゃん、はい、ページ、各ページですね。はい、そうですか。まあもう2月入ってからというかね、新しい流れも始まっています。もう新しいサイクルに入りましたよねっていう感じあるんですけど、何か今自分の置かれている状況や立場が自分にとってあまりよろしくない状況に感じている方もいらっしゃるかもしれません。少し疑いの気持ちとか、これ、まあ、去年の暮れのようなワクワク感、ドキドキ感みたいなものがあんまりないなとか、なんかどうしたものかなみたいな感じあるかもしれません。でこの状況を自分でなんとか変えようにもなかなか変えにくいっていうのがあるようで、物事が進んでいないなっていうふうに感じるかもしれませんが、でもそう感じていたとしても、もう実はこの新しいレールに乗ったというかね、新しいものが始まったからこそ、自分が思い描いていたものとはちょっと違ってるっていうだけで、やはりね、道は続いているんですね。それがやっぱりここにも出ていて、ちょっとしばらくはコツコツと日常をこなしていきましょうっていうメッセージが出ています。これは例えば何か一生懸命勉強しなくちゃいけないとか、こなさなければいけない仕事があるとか、雑務があるとか、毎日のルーティンしっかり過ごさなくちゃねみたいな、そういう感じで、それをしっかり過ごした後に勝利というかね、よかった、やったみたいな、そういう感覚はあります。ただ今2月のちょうどその6日の満月っていうのは、何かね、こう情報過多といいますか、こういろんな情報がちょっと頭の中をぐるぐるして、まあいいことも悪いこともで、いろんなこと考えやすいんですね。でどうしたらこの状況を抜けられるだろうかとか、どうしたらもっと自分は楽しくなれるだろうかって思った時には、もうまずはこれです。こちらのペンタクルス8、とにかく日常をしっかりと丁寧にこなしていきましょうと、まあ、そうしてると自然とね、あ、よかった、私努力してよかったと、頑張ってよかったっていうような何かの勝利がやってきます。これはちょっとこの去年の年末とか、もしくはこの1月に感じていた不安っていうものがもう払拭されて、私の人生にとってはこれが良かったって思うようなことがちゃんとあるってことなんですね。そしてまあこの2週間で一番言われていることっていうのはこれですね、新しい喜びを見つけましょうと、新しい可能性、好奇心、なんかこういうのやってみたかったんだっていう、何かこう成功が保証されてるからやるとかではなくて、自分の気持ちがもう本当にこのカップからこう魚がぴょこっと顔を出すように、あ、これいいかもみたいな、そういうちょっとした希望ですね、それを見つけていく、もしくはこれが生まれてくるってことです。ただもしかしたらすぐにちょっと動きにくい状況なのかもなっていう感じもしますね。ここで吊るし人も出てますので、そして今気持ちもですね、少し殺伐としてるというか、ちょっとこうウキウキってしてないんですよね。本当のとこどうなんだろうみたいな、ちょっと疑いの気持ちっていうのも増えていますので、まあよく言うと浮かれすぎずに堅実に冷静沈着に進んでいけるっていう流れですし、まあ悪く言うと
疑いすぎて見えてくる可能性っていうものとか、その楽しさっていうのもものもちょっと見えにくくなってるかもしれないので、とにかく今はコツコツと頑張ってください。そしてそうですね、ちょっと2月はね、11日に、まあ、彗星がそうですね、2月11日以降を、まあ、またコミュニケーションちょっと復活してくるんですね。でさらに2月19日の、ちょっと変わり目とか、2月20日からはまあ、喜びとか楽しみとかの金星もそのレジャーっていうところに入ってきますので、もう少し楽しいとか、よしじゃあ頑張ろうみたいなのは見えてくると思います。まあ、これでも中旬以降ですね。はい、なのでそれまではあまり無理して動かず、そしてきちんと現実をこなしていく、それがもう一番ベストで、すでに自分では納得いってないとかなんだかなと思っていたとしても、実はもうその状況になっていること自体がもういて座の皆さんにとっては新しく始まっている証拠ですよということなので、この喜びを見つけていってください。ということで今回はここまでにします。また次回は2月20日過ぎですかね、20日か21日ぐらいにその続きのリーディングをさせていただきます。ということで良い時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。